わ、超ギリギリ設定なんですけど。うわ、弾けそう。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回はウルトラフォーク1号の42号を組み立てます。ウルトラフォーク1号の組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。タンサックのチャンネルではエアゴスティーニさんやアシェットさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、チャンネル評価、いつもありがとうございます。それでは早速作っていきます。頑張っていきます。今回はアルファ号専用展示スタンドということで、スタンドアーム、サブアーム、スタンドトップ、これもサブアームということで、黒いパーツがいっぱいあります。全部 ABS っぽいです。重たいのはないです。ネジが3種類全部黒で、この中入ってます。わかるかな。はい、パーツは全部ありました。まずはこれとこれをガッチャンコします。お、そしてこっち側をこう入れます。で、ネジ止め、この2本だけあるやつ、これでネジ止めします。難しいね、押しながら離れていく。はい、できました。裏ですね、裏のここかな、こういって横にこうかな。そしたら41号で組み立てた長いやつ、カモノハシみたいなやつを、この線をここに入れて、とっとと、でこれで蓋します。いやいやいや、めっちゃ出てる。はい、ここは結構穴は広いです。スカスカです。 1,2,3 箇所ネジ止めします。この5個のやつ、これは結構スカスカで、こうかな、こう？違うか。ん？こうですね。ん？こっちに壁がある方が左側で、これでガチャン。隙間すごいけど。これで配線はこの中に収めて、収めるっていうか、こっちから引っ張った方がいいか。なるべく引っ張った方がいいか。ピンってして。入らん。ほう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 。ほうほう。両方になると入らない。
わ、超ギリギリ設定なんですけど。弾けそう。1,2,3,4,5,6,7,8 箇所止めました。ネジがね1個余っちゃって、ここかな、ここも止めるんか。これがグラグラが解消されるかな、これでできましたが、こんなんでいいでしょうか。はい、じゃあちょっと立たせてみましょう。はい、まあこんな感じで立ちます、立つ予定です。おっと、ちょっとね前が重たすぎて、カモノハシさんがちょっと重たすぎるんで立ちません。はい、台座ができました。でこの台座なんですけど、ここに1枚ものの基板が見えてます。これっていつもチェックとかあんまりしないんですけど、清志林さんがこのモグラピンを送ってくれたので、ちゃんとこれが光るかやってみます。オンにして光ったらこの基板は問題ないです。いきますよ。お、 OK ですね。はい、それでは次にこの基板とアルファ号がちゃんと接触するかの確認をします。本当はこれつける前にやればよかったんですけど、私がもうこれつけちゃったんで、このちょっと段ボールに穴開けて通るかな、もうちょっと穴開けんとダメかな。入りました。もうちょっと背が高くないと浮かせんとダメか。ガーン、いや、ま、ちょっとちっちゃかったな。ちょっとこれ苦労してはめたけど取ろうかな。はめるのも大変だったけど、取るのも大変。あ、待って、これ取るの大変だっけ。あ、あ、まあいいか、この状態でいいか、抜かんでもいい。よし、じゃあこれにアルファ号乗せます。はい、今これ40号の途中っていう感じです。で、ここに4ピンモグラピンがあるので、ここにこれを合わせます。あ、ぴったりだ。ここですね。あ、でもやっぱ浮かせた状態、段ボール作成の方が良かったな。まあいいか、手で持っとけばいいか。よし、じゃあこれで光るかやってみます。清さんがプレゼントしてくれた31号のパーツセットに入ってるこのモグラピン、これをここに接触させてみます。いきます。よっ、どう、これは光りやすいね。このなんか左から2番目、この一番右が光りにくいですね。わかった、こっちか。ああ、わかった。これがこっちで、これがこっちだ。よし、ちょっと均等に。どうかな、一応4つがつくか。浮かした方がいいかな。一応届いてはいるんじゃないかな。4つつけ。あ、惜しい。あ、4つついた。よし、ということはこの台座とこれが届いてるっていうことでいいと思います。ちょっと今40号と42号を同時並行して作っているので、
なんか動画がよくわからんくなりますけど、これは40号で組み立てたいと思います。はい、じゃあ安心してこれを戻したいと思います。戻せるかな、削ったらいいと思うけどね、どこ削っていいかわかんないからね。お、2回目は入った。よし、はい、じゃあ元通りにして今回は完成です。これはね、こんなにグラグラでサブの意味あるって感じですけど、まあもしここに大きな台座が来て、ここもまあネジで留めるかなと思います。それからここはね、まあ、削ってないけど削らんといけんぐらいめっちゃ硬かったです。はい、なんとか締めました。それでは次回はベーター号の専用展示スタンドを作るそうです。お楽しみに。ちょっとマガジン紹介します。今回ね、あの大人気のキングジョーの解説が載っていました。第14話15話でウルトラ警備隊西へで衝撃的に登場した宇宙ロボットキングジョーなんですけど、めちゃくちゃ無敵で、エメリウム光線アイスラッガーも通用しませんでした。でこれ目と鼻だと思ってたんだけど、これ口なんだって。で本当は無数のパーツがアリの大群のように群がって巨大ロボットになるっていうアイデアだったんだけど、映像化が難しかったので4機合体ということにしたそうです。4つに分解されます。でそれが逆に良かったので、合体変形シークエンスが後の特撮やアニメ作品のスーパーロボットに多大な影響を与えました。本当はこの膝にも筒型のパーツがつく予定だったんだけど、造形担当の方が納品し忘れて、現場に持ってきた時にはすでに撮影が始まっていたそうです。で劇中ではロボットとしか呼ばれてなかったんだけど、キングジョーの名前はマルさんのソフビ人形商品化の時に付けられた名前です。名前の由来は本作脚本家の金城哲夫さんのお父さんが海外旅行の時にそう呼ばれたので、キングジョーという名前になったそうです。金城とキングジョーかかってんだ。僕も知らなかったよ。それから今回のマガジンではヘルメットについても書かれていて、これも興味深い内容でした。ちょっと紹介します。このヘルメットはね、ウルトラマンの科学捜査隊のヘルメットとして使われてたやつをそのまま使ってます。で傷や重ね塗り塗装などの凹凸が見受けられました。一人に一つずつで予備がなかったので、後半のエピソードになると傷が目立つようになりました。でこのヘルメットには内側に収納スペースがあって、サバイバルキットが入っていたりします。それから防弾効果、衝撃吸収効果が高くて気密性も高い。なのでシールド、あの透明部分下げて、この前面の金のコネクターに酸素チューブ、ユニフォームの中の酸素ボンベとつなげて簡易宇宙服としても使用できます。でこのヘルメットはつぶらやプロ近隣の自転車屋さんにあった一番小ぶりのものを選んだそうです。ちなみにここに地球防衛軍のマークがあるんですけど、これは尻尾焼きだったそうです。すごいですね、すごい裏話。はい、ということで最後まで見ていただきましてありがとうございました。ウルトラホーク1号の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてサブチャンネルではウルトラセブンの解説もしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだーん。
また見てね。ではゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢です。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ。週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。